ね、いいと思うんですけど、そこはもうあの湖畔のねところにホテルが建ってますので、あの窓を開けてそこから釣りしてる人もいるらしいですよ、ホテルでね、旅館で釣り、あの釣り道具も貸してくれるらしいですね。でもね料金が高いんだって、そこね人気でね、僕誰か連れて行ってくれればいいんですけどね、スポンサーお願いいたします。さあ、後からまたワンポイントしてね皆さんとこの歌を歌いたいと思いますが、前作は、このね前作になった曲は福井県が舞台になりました曲でございます。今年は23年目、デビューして23年目を頑張っていますけれどね、ここのところこの越前椿と雪舞の宿と、立て続きねこのしっとりとした演歌を歌っています。おかげさまで、昨日のねオリコンの演歌初登場第3位のスタートでした。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。前回は2位だったんですよ、今回は3位、だんだん下がってますからね。それでは前作です、この曲を皆さんに可愛がっていただきました、越前椿聴いてください。